この池突っ切るの近道だけど、今日は失敗だった。ぬかるんでて靴ドロドロ。元気ないけどどうした？別に。また打ち解けられなかったこと気にしてんでしょ。めぐみはみんなの前だと寡黙だからな。頭いいの鼻にかけてて意地悪そうに見えてるんだよ。実はめぐみが白馬の王子様を本気で待ってるのほほん娘だって分かったらもっと気軽に話せると思うけど、私みたいに動画上げてカミングアウトしてみたら？それは勘弁して。そういえばトミー歌うまいのね。稲葉ウサギ動画見てくれたんだ。あんなにうまいなんて。帰ったら新作あげるつもり。今池の方が光らなかった？車のライトじゃないの？どっか飛ばされたし、もう。これってさ、危うく死ぬとこだったんじゃない？何なの？危ないんじゃない？爆発するかも。
く警察へ届けた方がいいよ。そうだね。大丈夫ですか？ここは、いや、今はいつですか？今？今日は10月の。そうじゃなくて西暦よ。今は何年ですか？2024年です。2024年、無理やり飛ばされたのか。戦線は崩壊だ。あれではもう。救急車呼びましょうか。君は？私は近くの学校の。そうか、次はここが危険なんだ。僕は泉中郎、未来から来た。この時代も。奴らに狙われている。この先、白だ。ジッパ。
どうしたの？ぼーっとして。1985年にはまだ西側の校舎が建ってないと思って。君と最後に話したくて。最後？奴らが来る。今戦えるのは13番機だけだから。僕は行かないと。ダメよ。行かせない。あのロボット取り返して一人で戦うつもり？仲間がいても勝てなかったんでしょ？君たちを守れるかは分からないけど、何もしないわけにはいかない。体も治ってないのに。君には感謝している。これでお別れなの？そうでないことを願ってる。めぐみ、大変だよ。泉十郎、あんたの言う通り現れたわ。港に怪獣みたいなのがぞろぞろと。君たちの話をしてある。森村という人だ。いざとなったらあの人の指示に従うんだ。薬師寺さん。しっかりしてもらわないと困るわ。森村先生、十郎の容態はどうなんです？泉十郎は忘れなさい。泉十郎はもういない。手の施しようがなかったの。今後は彼と接触しないで。そんな、彼のためなのよ。待ちなさい。ここがあなたが通ってる学校。
僕が。そろそろ保健室に戻りましょう。薬を飲まないとね。待って、彼に近づかないで。彼は比べ十郎、泉くんじゃない。どういうこと？別人、別の人格として治療しているの。そんな、他に手がなかった。彼もきっと廃人よりマシだと答えるわ。だから近づくのは待って。まだまだ彼は不安定なの。これは彼のためよ。してやがるな。よしよし、騒ぐなよ。一人で騒ぐとバカみたいだからな。猫が喋った。猫が喋ってる。バカ言え。猫が話せるわけないだろ。少しは考えて発言しろ。頭がいいんだろう、薬師寺めぐみ。なんで私の名前を。お前のことは全部お見通しだ。心の声で俺を呼んだろ。心の声。お前のその願いを叶えに来てやった。泉十郎を救いたいと願ってる。図星だろ。俺が叶えてやる。あいつの記憶を戻してやるよ。当然だ。甘い話には大抵裏がある。もちろんこれは取引だぜ。その代わりと言っちゃなんだが、俺の手伝いをやってもらう。俺と契約した後でな。未経験 OK の簡単なお仕事さ。お得にもそれで十郎が救えちまう。もし仮にこれが夢や幻でもなく冗談でもなかったとして聞くけど、具体的に私は何をすればいいの？俺は滅んだ異世界から来た。
その世界を滅ぼしたのはダイモスコードという古代文明の遺産だ。たちの悪い呪いみたいなもんだが、それがこの世界にもまかれちまってる。コードを全て探し出し、なんとかする。それが俺の使命で。お前の簡単なお仕事さ。簡単なら自分でやれば。おいおい、本気か？猫だぜ。猫に世界の命運託す気か？どうせしくじればお前も死ぬんだ。契約しなきゃ損だろ。猫と契約。魔法使いにでもしてくれるの？どういういたずらか興味あるし、犯人も知りたいから。今日の放課後付き合ってあげてもいいわ。今日の放課後少しなら付き合ってあげてもいいわ。いいぜ、バカにしろ。こっちは大真面目だってのに。何でもすぐ鵜呑みにする。アホじゃなくてよかったってことで、今日のところは引き下がってやる。お前は絶対契約する。時間の問題だ。謝りたかったの。私がトミを消え
後ろから撃ったわね。おかげで起動マーカー押しにくいったらないわ。それよりめぐみの騎兵限界でしょ。交代。いいえ、私もトミと一緒に戦うわ。バカね、やられたら一緒に戦うもないよ。親友の言葉は聞くもんでしょ、めぐみ。そうだね。23番機兵総監。あら、これが機兵のコクピットなのか。大見え切って先に出てったのに今頃来たの。電車が止まって人混みに巻き込まれちまったんだ。俺が来たからには如月、お前も邪魔だ、下がってな。アホタレ、今来たとこなのに下がるわけないでしょ。んで、俺がぶっ飛ばすのはどいつよ。目の前の4本足よ。富の騎兵の兵装じゃ多分太刀打ちできない。でも第一世代のその近接専用の騎兵ならきっと。暴れ足りなかったところだぜ。私の騎兵修理できた。もう行けるわ。お願いトミ、私も一緒に戦わせて。23番騎兵転送。私が守るから。ロボット女子って動画でバズるかな。
移動します。ここは危ねえ。絶対負けない。私だって
だうだ悩んでも仕方ねえ。10番機移動する。生き残るのよ。敵も消えた。どうなってるの？イージスの軌道を確認。そのエリアはもう安全だ。あいつは確か1年上の。ゴーとレイヤ、未来人よ。私のとこよりもっと未来のね。めぐみ、この戦い終わったら一緒にクレープ食べよう。学校の近く、私いい店知ってるんだ。絶対行くよ私。薬師寺、区域を移動しろ。 D が進路を変えた。勝った。行くか。おや、あれは二学校のやつらじゃないか。何やってんだ。やあ、和島、ナンパか。アミグチ、シャシャンなウソロや。女の子脅してみっともねえぜ。誰が脅されたで？あ？おめえら。つるまなきゃ何にもできねえのか。そいつは仲間じゃねえ。通称にがくりの竹、にがくり工業高校の不良をまとめる一人だ。通称にがくり。邪魔すんじゃねえ。俺はいつでも女の子の味方だぜ。こいつがそんな可愛い玉かよ。ガミネの高宮だ。お前らを一人でやったってスケバン？まさか。そこの三人のしただけだ。けじめをつけさせてもらう。女なんぞに舐められたまんまじゃ示しがつかん。アミグスだ、よろしく。ナンパ野郎は引っ込んでな。口の減らねえ女だな。さあ
来い。てめえ。おい、待てよ。引っ込んでろ、網口。おめえには関係ねえ。何の真似だ。可愛子ちゃんは全て俺に関係あるのさ。見口。こっちだ、逃げるぞ。まずかったかな。じゃあ命がある間にさ、高宮さんの下の名前を教えてよ。ふざけたやつだ。何？聞こえない。ユキ、高宮ユキだ。俺はさくらの網口衆。え？何？私の転校先だ。本当に？運命だね。このままお茶でもどう？もういい、おろせよ。行くとこあるんだ。遅れよ。電車で行く。いいからさ。どこへ行けばいい？強引だな。葵にある四季島ビルの交差点。知ってる。五行通りだろ。何にもないビジネス街だぜ。バイトか何か？質問攻めする気なら下ろしてくれ。じゃあその辺はおいおいで。飛ばすからしっかりくっついて。ありがとうかな。でもひどい運転だった。彼氏とかさ、いたりするかな。いるかそんなもん。そっか。学校にはいつから？転校は来週だ。来週が待ち遠しいね。あんな可愛い子が二学校の奴らを病院送りにしたなんて、今までにないタイプだ。とんでもなくまぶい。正直惚れたぜ。やっぱり森村先生だ。四季島のビルに入っていった。四季島重工って言えば、
船や飛行機作る会社だろ。なぜ保健室の先生が。自式二脚車両は距離を詰められたら手も足も出ないな。腕でもついていればまだ対応できた。奴らを打ちのめす力強い腕が。如月さんたちは指示通り転移ゲートで脱出できたかしら。ここからだとゲートは遠い。僕たちは間に合わないね。諦めないで。そこの98式を見てくれる？整備用ハッチを開けて準備を手伝って。もう戦っても無理ですよ。逃げるのよ。そうか、この時代に98式を転移させて配備した。こいつは転移装置にリンクできる。脱出にも使える。転移設定は入力済みよ。自律制御を外して手動に切り替えて。どこへ行く気です？動かすのに動力が足りないの。向こうの98式から確保する。電源を直結か。いけそうだな。やられてるのは足回りだけだ。なんだかまずい雰囲気だ。早く戻ってください。最後の中枢が制圧された。私たちの負けよ。でも終わりじゃない。聞いて、動力はあと少し。準備でき次第すぐ転移して。何を言ってるんだ。もう戻るほど時間はなさそう。スミレ橋の上にいる。16年前の私に説明して。伊田君なら次こそ。あ、森村先生！違うけど、やっぱ森村先生だよな。廃墟にロボット、謎の美人先生か。まるでアニメにハマった子供の見る夢だ。さっきまで立ってた場所みたいに。
きり覚えてる。俺テレビなんてつけたっけ。こんな深夜に歌番組やってんだ。なんだろう、このフレーズ聞き覚えがあるな。歌ってるのは新人アイドルか。していたの。お願い助けて。網口な、シュ、君にしか頼めないの。シュ君、嘘だろ。ドッキリか何かか。いいえ、番組なんかじゃない。シュ君、私がテレビを返して君に話しかけてる。私を助けて。小難しいことは面倒だ。全部蹴り落としてやる。
危なっかしいな。俺たち気を緩めるな。どうすりゃいい。俺たち頼むからうまく動いてくれよ。足手まといは嫌だね。頼むからうまく動いてくれよ。くらえ。どうだ、喧嘩する相手を間違えたって。落ち着け、俺ならやれる。きつい役回りだぜ。落ち着け、どうすりゃいい。二十番機、何か言うては。止めてみせる。火をついたか。落ち着け、俺ユキちゃんにいいとこ見せないと。そこだ、破壊した。二手から来るぞ。なんだか強そうなのも混じってるな。数は多いが、落ち着いて冷静に対処すればきっと。頭数だけで私に勝てると思ってんじゃねえだろうな。喧嘩なら負けねえんだが。Monkey。
筆まといは嫌だね。次の一手は俺たちどうしたものか。取り乱してたのは君だけどな。